作らなかったのではなく、作れなかったんだろう？それに対して、それは違う。それを言うために作ったようなのが、ミツルさんの長い妄想、である。ともかく結果的に、大惨事に陥った。やめておけばよかった。それは半年くらいの、失恋の後の話だ。結果はともかく、この反論に対しては十二分なカウンターにはなっているだろう。どれだけ頑張ってもダメな場合は、ダメ、である。それはクオリティの問題とは別だ。とはいえ、ユダヤ教の王、それは理解としていなくなり、またそれが残したか、昭和の継続を、願う、そのゲーム基盤も支配か、に入り、平成初期にあった、アルエ派、ユダヤ教の王、それが目指した体制には、奇妙に近づく感覚はある。そのちょっとした失念さえなければ問題はなかったのに。それは、果たして？